右線性大血管転移、または完全大血管転移とは大血管転移の一つ、D 型大血管転移とも言われる。右線性大血管転移の血行動体左右の、心室と大血管の関係が逆転した疾患で、左心室から肺動脈、右心室から大動脈が起死しており、このままでは、下記のように体循環と、 肺循環が完全に分離された状態であるため、実際はどこかで、動脈血と静脈血が混合していないと生存、不可能。チアノーゼ精神疾患では、ファラオ主張症に次いで多く、先天精神疾患の2.2%を占めると考えられている。この混合箇所によって、血液動態が異なり、I 型、2型、3型に分類される。出生直後より、チアノーゼ、 多呼吸、呼吸困難。胸部 X 線検査では新規部で大動脈と肺動脈が前後に並ぶため、上部縦て核陰影が狭くなり、卵を横に寝かせた形態になる。肺血管陰影は、I 型と2型は増加するが、3型は減少する。断層新エコー検査で前方の右室と後方の左室から、それぞれ大血管が起死して後者が、 肺静脈であれば、完全大血管転移症と診断できる。大血管の位置以外の心臓の形態的変化は、型により異なり、I 型イコール腐湿肥大、左室壁口肥白化、2型イコール左室と、右室双方拡大、肺動脈拡大、3型イコール肺血管縮小、左室溶石現象が起きる。前述のようにミキシングが起きないと生存不可能なため、 診断に至ったら、生存が動脈管依存の場合は、動脈管を改存状態で維持するため、プロスタグランジン E1 を持続点的常駐させ、さらに血アのーゼが改善しない場合は、心房のミキシングが少ないので、バルーン付きカテーテルを心房の欠損口に差し込んで広げる、バルーン心房中核劣化術を実施することもある。その後は型によって、下記のように手術方法が異なる。 ジャテネ手術とロステリー手術以外に、心房くらいで、動脈血と静脈血を逆転させるセニング手術や、マスタード手術という根治手術もあるが、これらの手術は、術後長期にわたって、右室不全、不整脈をきたすので左室側の便異常など特殊な場合にしか行われない。完全大血管点は暗い手術をしない場合の、死亡率が非常に高い。 邪天手術の成功率は90%を超える。手術後の問題点としては、肺動脈狭窄や大動脈弁逆流を起こす場合がある。20年後生存率は70%以上でもある。内臓生意の場合、ファンプログの記述法では、S、D、D となるのが、D トガと呼ばれるゆえんである。しかし、内臓逆意の場合は、I、L、L となるため、D トガと呼ぶのは、 不適当である。したがって、より適切には、コンプリートトガと呼ぶべきである。一応、方型も存在し、心室中核欠損は合併してないが、肺動脈狭窄が合併しているものが該当する。P254? 完全大血管転移症の病形分類、大部分が新生時期に強いチアノーゼを提示、緊急の治療が必要となる。p 卵ジャテネは、 ブラジルの心臓外科医の名前。P171 日本循環器学会用語委員会、循環器学用語合同委員会編、循環器学用語集、第3版。日本循環器学会。2010年3月7日閲覧。P252 定義と血行動態。ハット P168 から 169P180、P169P97。 病態整理、ハット P180P180P169 から 170P181。病態整理、ハット ABCDEFP184。治療、ハット P170 から171。ハット P170 から1 7 1ハット P171。ハット P185。ジャテネ手術、ハット P101。外科的治療。ありがとうございます。